はいどうも、パチオです。えー、今日はね、ちょっと自転車で遠出したんで、えー、とある山の中まで来ました。えー、そしてここで撮影ということで、えー、回ってみるとね、こんな感じなんですけど、えー、ね、<laughs> まあ、遠出したって言っても20キロそこそこぐらいですかね。20僕、今、のナビで自分の家から測ってみたんですけど、えー、23キロって出たかな。えー、そんな感じですわ。<laughs> いやー疲れたね。あのー、ま、昨日のね、動画でもちょっと喋ったんだけど、お尻が痛くてね、<laughs> と、たまらんすわ。<laughs> え、今日の話なんですけどね、あのー、ちょっとね、あの、最近思っていることっていうか、ね、そういう話なんですけど、えー、ま、動画配信者とか、まあ、世の中にはクリエイターと呼ばれる方がいっぱいいます。 えー、まあ僕は動画配信をしてますしまあ僕の場合ね作品を作ってるわけではないんでクリエイターというにはちょっとおこがましいんですけど、まあ、世の中にはね作品を作ってる人ってのがいっぱいいるじゃないですか、えー、そういう人がねちょっとアンチに精神をやられるということがね、えー、たくさんあります、えー、そしてねあのー、まあ 今日のニュース、まあ、昨日のニュースなのかなだと思うんですけど、あのジャニーズの,、ね、あの被害者の会のメンバーの一人が、えー、大阪の方で、えー、自殺したという、ねあの、そういうお話もありました、えーまあ、アンチに、ね、叩かれて、えー、精神を病んでしまうという人がたくさんいると思います、えー、一方、ね、そんな中で、ね、あのどんなあの誹謗中傷や悪口にもめげずに、ねあの、自分というものを貫き通す人がいます。 えー、これね、あのー、間違あのやってることが間違ってなければあの基本的にはねすごいあの強いなって思って感心するところではあるんです、えー、なんですけどね、あのーまあ、やり方次第ですよでそのやり方次第であのその人がかっこいいかかっこ悪いかっていうのは全然変わってくるんですけど、えー、それに対してね なんか依存するそのクリエイター多いなって思って最近思ってるんです。なんかそのやっぱりさまあね僕まあいい混ぜちゃちょっとまずいけどさ YouTuber も VTuber も, v も、えー、まあね他のね芸術作品がねが作家画家ねいろいろいるじゃないですか。 えー、そういう人たちってさそのボッコボコにたまあ作品を出せばさあの叩かれるのは当たり前なんですよ。そのね、自分のその思い通りの評価しか評価しか認めないなんてその他人に評価を委ねるってことはイコールあの批判的な意見もあるっていうことですよ。まあ ね、僕なんかはその黙ってるよりも批判的な意見が上がってくるっていうのはいいことなんじゃねえのかなっていうふうに思うんですけどねまあその批判的な意見を受け入れるか受け入れないかっていうのはまあ人によって違うだろうし僕も受け入れな <laughs> あんまり受け入れない方だとは思うんだけど <laughs> あのまあねあの。 ね、ありがとうございます。お疲れ様です。ぐらいな感じで、あのー、まあね、あな,なかなかいい意見ですねって、あのー、まあでもあれですね、あのーまあ、検討しときますとか言い,言いながらそのままにしとくとか、あまあ端的に言うと黙っとけみたいなことを言,うの <laughs> 言って終わりかもしれないですね。まあそれはね、どうするかはまあその時になってみなきゃわかんないんですけど。 でね、あのそういう人たちが、ね、あの過激なことを言って追い返す、まあ、中にはさすごい過激なことを言って追い返すタイプの人とかもいるんですよ。まあ、それこそさあの、まあ、さっきもツイッターの,あの、まあ、X の,、ね、あのポスト <laughs> なれんなずっとなれないこれで、ね、流れてきたんだけどねあのとある、ね、あの某弁護士さんがねまた,またひどいこと言ってるのをね。まあ <laughs> 目にしたわけですよあやってるな相変わらずやってるなこの人変わらんなとか思いながらねあの僕はまあニヤニヤしながら見てたんですけど <laughs> なんかねあの弱い人その自分じゃ何ともならないでそのストレスの解消はけ口がどうしようもない人っていうのはそういう強い人に依存する傾向にあるなっていうふうに思ってるんです。 えなんかね本当そういうのってねま僕一か所じゃないあの複数の場所でそういうのを見ててうわーここもかーみたいなことをねうんまあもともとねなんかそういう傾向あるんじゃないかと思ってたんですなんだけどひょっとしてこれはねあのもうなんかその自分が何かそのものにならないというか思い通りにならないそのモヤモヤを 他人になんか解消してもらってるっていう依存的な関係なんじゃないかなっていうふうに僕は思ってるんです。まあ、それってさ、あの、まあ、ね、そういう人たちだけじゃないと思うよ。例えばスポーツ応援するにしたって、なんて、応援してるはずなのになんか自分がその元気をもらってるみたいな話あるじゃないですか。 でその生活するのにもうそこのねスポーツチームが欠かせないとかさまあ僕の場合だとそのねアニメとかゲームとかがそういうのの支えだったこともありますしでなんならねあの昔それこそあのまあこんなこと言うのもあれだけど死にてえなって思ったこと何回かあるんですよでそのじゃあ死ぬかって思った時に 1> まあ1回ねあの、ぶっちゃけた話ね、1回ね、やろうとして失敗したこともあるんですけど、あの別の機会に、あのあ、死ぬかなーって思った時に、あーそういやー、来週アニメの最終回やんって、それ見てからでも遅くねえなーって伸ばして。で 終わったーじゃあって思った時に、うわ、新しい新作始まるし、うんーんってね、なんかぐだぐだしてる間に、なんかバカらしくなって死ぬのやめたみたいな話あるんですよ。<laughs> まあそういう風にね、あの、心の支えになってくれることっていうのは非常に素晴らしいんですけど、 まあその寄りりかかりすぎてしままうのも問題なんですよね、ま、してその自分ができもしないことを他人にやってもらってなんかそれがねあのそれを応援するっていう話になるとねまあねそれはスポーツとかアスリートの応援だったらねいいんですけどまあそれがねあのなんかね僕もまあちょいちょいやるんだけど あの物モ,ノモース的なあのそういう人たちになっちゃうとねあのー、えっと何やったっけあの捕まった人とかいましたよねなんかああいう人とかになっちゃうとねあのー、なんか何やってんのっていうね。 <laughs> 自分のモヤモヤをそんな人に乗せてんじゃねえよっていうね <laughs>、そんな風に思っちゃいますね <laughs>。僕としてはね、僕もね、あとあるあの某、声優さんって言ったらいいのかな、<laughs> だいぶあの若い頃ね、あね、心理的に助けられてきましたよ <laughs>。あのー まあ今でもねこうやって元気でやってるのはねまあ周りの人の支えとまあその人を支えにあの頑張ってきたっていうのはあるんで <laughs> まあそういうのはねあの真っ向から否定する気はないんですけどまあなんだけどまああんまりねその自分の人生ですからその人に寄りかかりすぎるとねあのいいことないよなっていうことをね最近は思うわけです。 まあねね、その精神病むのも分かるんですよ。でも批判があって当然ない方がおかしい。なんで世の中にあまたある作品の中であなたのことを選んでその人は批判的な意見を書きに来たんだっていうねあのそういうねその幸運をね ちょっと喜ばないといけないだろうなっていうことを思いましたまあとはいえね僕もねあのいくつもいくつもね批判的な意見が来るとねうわーってへこんだりするしまあ仕方ないっちゃ仕方ないんですけどたださそのまあ批判的な意見が半分だったら僕はまあいいなってあのだって賛否両論って一番いいところじゃんあのー だって賛成なくて反対ばっかだったらさちょっと考えなきゃいけないけどさその賛否両論がねまあね64とか46とか五分五分最高だよねあのそういうのが一番盛り上がるんだよ、うん、だいたいさその作品とかクリエイターが作る作品なんてさその場で評価されないっていうことあるじゃん、まあ、有名な話だけどゴッホって死んだ後から評価されてんだよだから死ぬまでは全然評価されてなかった人だよ まあそういうもんじゃん。だからね。あの <laughs> まあ、だから死のうじゃないんだよ。あのだからあの、クリエイターたるものはあの生きて作品を作り続けなきゃいけないんじゃないだろうかなっていうことをね、まあ、ちょっと思うわけです。まあ、クリエイターじゃなくてもね、あのこういう話はいろいろ。 あって、ね、まあ日常生活でもねまあ自分に文句言ってくる人がねさまざまいて,、ね、いてあの言い返せないストレスがたまるわみたいな状況あると思うんですよあのこっちにも立場ってもんがあるのにお前ら好きかって言いやがってみたいなさ僕も会社で結構そういうことあったんすよ <laughs> あのね会社の文句をすげえ言ってるんだけどあのー、いやお前の気持ちもわからんくもないけど俺,俺ちょっと上の立場やんってあのー、それを あんまり俺思ってねえんだわって <laughs> あの君の働き見たらうんそういう扱いになっちゃうよっていうのねまあよくあったんですよ <laughs> あの愚痴結構聞く方だからまあだからねあのそういうねあのまあいろいろがありますけどねまあ人に まあ自分で解決できるといいですね、まあ、そういうもんはあるもんだっていうこと、批判的な意見を、そのまあ、批判的な意見もね、もう本当宝なんですよ。まあそれこそね、あの <laughs> 3ヶ月ぐらい前だっけ、2ヶ月、3ヶ月ぐらい前だっけ。 なんか俺がね、出っぷり太ってるからねあの、パチオークっていうあだ名がついたことがあったと思いましたけど、<laughs> なんか懐かしいな、いや今、今今急に思い出したんだけど、あ,のあれだってさあの、だって僕のことを見て,見てなかったら、そいつらはそういうこと言わないわけじゃないですか、だからまあ見てるやつの誰かがそういうことを言ったわけじゃないですか、見てなかったら誰だよ、それっていう話になるし、話題にも上がらないわけですよ。 まあ、見たから誰だよ、それなんだよね。<laughs> まあ、ということでね、あのーまあ、アンチも、ねあのー、ファンも、ね、全部ひっくるめてその評価ですから、うんあのー、むしろ、あのー、否定的な意見を受け入れられないんだったらその、まあねあのー、ちょっとクリエイティブなことってのはなかなか厳しいんじゃないかなっていう。 だって自分の賛成意見以外は認めませんみたいなさなんかあまりにもさなんかいやあるんだよその批判的な意見はやめてくださいっていうがあのそういう話もさ世の中にはあるんだよあのまあね誹謗中傷はやめましょうみたいな話と一緒くたにされることが多いんだけど <laughs> うんあの ほんとねあの、褒める以外の言葉は禁止ですよみたいな、<laughs> うんまあ、そういう,そう,いう、ねあのー、ところ、まあそういうところではまあ褒めるしか仕方がないんだけど、まあ、逆にあのそこで絶賛されて、ね、鼻の下が伸びて成長できないのもどうかなみたいなね、あの世の中にはまあ、ね、あの批判を糧にする人間と、そう,そうじゃなくて、もう、ね、へこんじゃう人間といっぱいいますからね。 うん、まあ、で、批判があることは当たり前として、あのー、まあ僕もねあ、こんな作風なんで、<laughs> 批判が結構ありますけど、まあそ、そういう風うでね、あのー、強く心を持って生きていきたいな、ということを思いました。ということで、終わりにします。はい、以上、パチューでした。バイバイ。